コネクティングピープル、人をつなぐ、それが私たち東方ビーズです。はい、皆さんこんにちは、 DJ トビーでございます。人と人をねつなぐラジオということで、続けてまいりましたけども、もうそろそろ300回を迎える直前ぐらいまでね、やってきています。皆さんね、だいぶ涼しくなってきまして、トビーもようやく T シャツから T シャツの上に自分でビーズを縫い付けた、そういった服も上に着るようになってきました。ちょっとまだ半袖なんですけど、この10月に半袖なんかすごい時代になりましたね。ということで本日のラジオも行ってみたいと思います。 DJ トビーのビーズラジオ。ということでね、今回はですね、ただいまビーズモチーフパーティーを、開催中。もちろんこのラジオ上げる頃にはね、もう終わっちゃってるんですけども、まあ、元々その発起人でもあるね、はい、篠原美和さんにお越しいただいてます。こんにちは。こんにちは、篠原美和です。よろしくお願いいたします。はい、相変わらずの、はい、やっぱ美声ですね。ありがとうございますやっぱりね、あの歌手としてもね活動されているというところもあって、はい、まあ、今回、はい、いろいろこうお話聞いていきたいと思います。まず、ありがとうございます。はい、最初にですね、はい、ビーズモチーフパーティーって今回何回目なんですか？4回目になります。なんかこんだけやってくると何回目だか分かんなくなるんですねおかげさまで、はい、ありがとうございます。今回はなんかどういうことをテーマにこうされておられたんですか？はい、今回毎回やってるんですけど、はい、東方さんへ感謝の気持ちを込めてということで、東方さんのシードビーズを使って各作家がデザインするっていうコラボキット、いやいやいや、とんでもない、ささやかな気持ちなんですけど、はいはい、それを今回のテーマ、音楽をテーマにしております。それで、はい、あ、トビごめんなさい、本当に見に来て物は見たけど、うん、確かにそうですね、音符ちゃんとこちらにあるこう、そうそうそう、マイクですね。マイクです。はい、あ、本当だ。そうなんですよ。で、例のごとく皆さん、はい、テーマカラー、個人個人、はい、自分の、例えば宗家さんだったら緑とか、はい、3D 横さんだったら黄色とかって感じで、はい、そのテーマカラーでモチーフを作るっていうのをやってまして、私は担当青なので、あ、担当青、あ、青です。推し活カラーみたいな。お、あ、それに近いですね。あ、そっか。はい、でフェアリーリングの秋さんがピンクで、はい、プチペルリさんがオレンジということで、そうなんですね。はい、で色が被らないっていうのと、あとモチーフが全員被ってないんですよ。はいはいはい、はい。はい、うわってアイデア出してる、うわってみんな。いきなりセンスのいいものを作れるみたいな感じ。すごいですね。いや、職人たちですね。でもなんか、はい、そのやっぱモチーフの作家さん、うん、はい、はやっぱりこうね、 3D さんとかもそうですけど、うんうん、なんかこう作るきっかけ、インスピレーションみたいなものって何かも、なんかも、もともとあるものとかにを作っていくんですけど、うんうんうん、そうですね。なんかそれって、はい、アイデア的にはどういう風にこうピーンっていきなり来るんですか？ピーン、まあ音楽の場合はまず、はい、そうか、篠原さんだったらもう歌手だからあ、そうそう、そのマイクでしょみたいになる。いろいろあるじゃないですか、アプローチとしてはトーン記号とか音符とか、うん、だけじゃなくても楽器でもいいじゃないですか、はい、ギターとか。だけど一応あまりにも難易度が難しすぎるのはやめるましょうねっていうのと、うん、はい、あとキットがあまりにも高価になるのもやめましょうねっていうこと、なんとなくそういう縛りを作っているので、はい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 、適度な難易度 で価格もまあお手頃というか、で、はい、皆さん のコンプリートって言って5人分買ってくださった方にささやかなプレゼントも差し上げてるんですけども、そうなんですね、そういう企画もやっているので、こう全部買っても買いやすいぐらいの金額にして作ってるんですね。でも可愛いですね、これ。ありがとうございます。ちゃんとそのリボンが、はい、あ、リボンね、はい、ここについているっていうのもなんかアイディアのこう、はい、やっぱり一つですよね。ありがとうございます。これはリボンがないのを想像してみてください。ちょっと、はい、地味じゃない確かに丸と棒だけになっちゃって、まあ、だってマイクって別に派手なもんじゃないですからね、うん、もちろんそうですけど、はい、ビーズ作る人って可愛いもの好きじゃないですか。絶対もうなんかついてることがやっぱりこう一つのプロダクトとしての完成度が、ね、ありがとうございます、はいはい、それは思いました。そのやっぱり形もマッチ棒みたいに地味になっちゃうしやっぱりここに少し花を加えてあげるとお客さんが喜ぶかなっていうことで。そうですか、はい、私はそういう発想で、はい、ぜひビーズモチーフパーティーもね、はい、今後も続けていただけたらと思うんですけども、ぜひぜひ、そろそろもうビーズアートショーも近づいてきてるじゃないですか、はい、そうですね、トビーたち東方ビーズも参加させていただくんですけど、篠原さんも参加されるご予定なんですか？参加します。はい、じゃあちょっとその、はい、今回のビーズアートショーのことについてもちょっと伺っていきたいんですけど、はい、今回は、はい、いつぐらいの神戸から参加されるんですか？はい、あ、そうですね、はい、まず神戸が今年は先になっておりまして、なんか珍しいですね。
なんか会場の予約が取れるかどうかの問題らしいですよ、はい、あそうなんですね。なのであのちょっとそのいろいろな関係で、はい、今年は神戸が11月21からでした。はい、11月21から23ということで、はい、デザインクリエイティブセンター神戸と、はい、キートというところですね。キートというところで、はい、なんかもともとキートの試験場だった。そうですね、そういう 工場みたいな、ね、なんかそこから、はい、あの世界中に日本の糸が出ていったって、はい、なんかね、あのポートライナーの駅にもほど近いですしね、はい、あの空港に運びやすいみたいなことだと、場所的に税関の近くだと。今回は先に出張してやってからの、あ、そうです、からの横浜ですね。はい、で横浜は11月28日から30日、はいはいはい、あそうですか。今回はなんかどんなものをご準備されてるの。もうビーズモチーフパーティーもやったばっかりですけどなんかそこにも何か準備をされてるんですか。はい、はい、あまだちょっと今すぐお見せできるものはないんですけど、はい、あのこちらは、まあ、今もう、はい、あのビーズモチーフパーティーでも新作として出してるんですけど、はい、このくまちゃんのシリーズがあの手に何か抱えて持ってるシリーズっていうことで、はい、これは今回第1弾で出したんですけど、これねラジオ聞いてる方にもねちょっと分かりやすく説明すると、はい、ピンク、肌色よりのピンク色のくまちゃんが、うん、音符を持ってる、はい、8分音符を抱えて持ってる。8分音符8分音符ここのくびれというか、はいはいはい、ここがポイントですよね。本当だ、はい、そうですね。こういうこう今まで普通にこうまっすぐの手の状態のクマちゃんは何色かあったんですけども、はい、ちょっとこれからは手に何かも持たせるシリーズを増やしていこうと思ってまして、はい、そうなんですか。それは何か、はい、今現状こう作ってみたら、手に持ってるシリーズが人気だったからラインナップを増やしていこうとか、そういうなんかビジネス的な感じで、うん、もちろんですけどなんかいろいろ作ってったらこのシリーズなんか売れるなとか、このシリーズはどうかなとかやっぱあるじゃないですか。それはありますよね、はい、なんだろう。だから単純になんか大きいものを抱えて持ってるクマさん可愛いんじゃないかなっていうところで、はいはいはい、まあ、音符なんていうのはちょっともうあのファンタジーの世界ですけど、はい、なんかそういう何を持たせてもいいじゃないですか。確かに突然寿司持っててもいいですね、うん、いいんじゃないですか、ね、で多分12月に向かうんで、あのもうこれから作ろうと思って決めてるやつはあのプレゼントボックスを抱えて持っているクマさん、絶対可愛いじゃないですか。クリスマスギフトって感じで、はいはいはい、で首はマフラーみたいな感じのを、もうそれは作ろうと思ってるんですけども。あそうなんですね。もうちょっと増やせるかどうかっていう感じですね、アイテムを。はい、もうあれですか、ビーズアートショーもこう出られて、はい、もう長い、ね、長いです。だって横浜の初回から出てますからね。あもう、はい、ほぼ欠かさず2006年でしたっけいやいや本当に、あそうもう初回から出ておられる、ね、初回です。あの大桟橋ってどこって言いながら搬入して、あそうですか、うん、遠いって思いながら歩いて逆にあの我々東宝なんかはなんか何年かなんか一回ポンって出た時に、はい、これって手芸屋さんで売ってますよねみたいな会話になった。僕らの時って、ね、手芸屋さんで、ね、うん、販売していただいてて、うんうんうん、なんかちょっとメーカー出るの違うかなと思ったけど、うんうん、まあ、ここ何年かもうずっと出させていただいてて、はい、やっぱりこう我々も蔵出しビーズっていうビーズが、はい、やっぱりこうお店によってこう並んでるビーズも全然違うので、うんうん、まあ、こういうなんかここだけあなただけみたいな商品を最近やっぱりこうやり始めて、まあなんか最近はなんかとてもあの皆さんのね反応もいいので出させていただいてることと、あとはやっぱりこうトビーもホビー賞っていう賞のなんか盛り上げたりするあの仕事もさせていただいてるんですけど、やっぱりビーズアート賞ってビーズの賞じゃん。そうですね、これを盛り上げないでどうするんだろう。本当です。やっぱりそのメーカーとしての使命感含めて最近はちょっとあのね主催者の宮本さんとねいろいろしながら、はい、盛り上げられるようなことをやっていきたいなと思っているんですけども、はい、篠原さん、じゃあもう今回はその新しい手に持つシリーズを、はい、手に持ってるシリーズ、手に持つじゃない、手に持つって言ったらなんかあれ、手に持ってるシリーズ、はい、これを、はい、たくさん見られるんじゃないかと、はい、いうことで、はい、ぜひ皆さんもね楽しみにしていただけたらと思いますが、はい、篠原さんはねいつも、はい、大体あれ、うん、主催者さんが、はい、あの気を使われて毎回同じ場所みたいな、あれは自分で撮ってるんですよ。そうなんですね。あの要は同じ場所を継続で撮るとちょっとお得になったりっていうのが、あそうなんですね。で場所が変わらない方がお客様も、あなた毎回あそこにいますよねみたいなことで覚えていただきやすいっていうのもありますし、はい、そういうちょっとしたあの優遇措置というかあるので助かっております。そうなんですね、はい、そうですね。じゃあまあそちらの方でね、うん、もしなんか、多分東宝ビーズチャンネルの方でも過去の、アーカイブとかもあるので
まあ、それでちょっと篠原さんの場所も予習していただいて、はい、ちょうどねあの外から光が実はうん、いいですか、はい、こちらですね、はい、ブースナンバーなんですけど、はい、ブースナンバー書いてあるんですね、はい、で実はですねビーズモチーフパーティーの仲間の 3D 陽子さんと、はい、あと今回フェアリーリングの秋さんは初出店ということなんですけども、はい、あそっかなんか言ってましたね、はい、秋さん秋に初出店秋にそうキャッチフレーズみたいな、はいはい、ということでまず、篠原のブースは90だっけそれから、先客番来猫日和 3D 陽子さんはブース A55、はい、フェアリーリングの秋さんはブースナンバー A56 こちらお隣同士らしいんですけど、ね、ああはいはいはい、はいはい、ということで出展します、はいはい、ホームページを見て確認してください、はい、ということで、ね、篠原さんと、はいまあ、もちろんトビーもいますんでね、はい、皆さんぜひこのラジオを聞いてビーズアートショー遊びに来ていただけたらと思います、はい、ということで、はい、本日のラジオのゲストは篠原美和さんでしたありがとうございました、はい、ありがとうございましたビーズラジオキューちゃんとシノちゃんのビーズ川柳いや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 の時間ですわはい早速ですけれども9月のビーズ川柳の抽選会をしたいと思いますよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますなんか呼んでいただいて、はい、ありがとうございます特別ゲストシノ、はい、ちゃんですシノちゃんです、はい、では早速ですけれども今回は4名様4件ですねおいただいております面白いねなんか増えて少ないですよって言ったらまた増えてお波がそうなんですね、はい、そうですね、はいはい、やっていきたいと思いますはい、お願いします、はい、では行きますおはい4番の方ですねいきますビーズ川柳の時間です転がった先でひらめく組み合わせ転がった先でひらめく組み合わせペンネームディライトシャワーさんまで素晴らしい初投稿素晴らしいということで聞いておりますはいおめでとうございますおめでとうございますどんな感じなんでしょうね転がったビーズこぼしちゃった先で、うん、たまたまくっついてそんなわけないこれはあるあるですよしのさんあるあるありますか、はい、あなんか自分が思ってた色合わせって結構固定観念だったりするけど思いがけずこう混ざっちゃったとかあれこの色合わせ良くないみたいなひらめく時ありますよあるあるですねこれはと思いますディライトシャワーさんも作家名って書いてありますので、うんうんうん、作家さんされているのかなというふうに思います、はいはい、いやだからしっくりこないなっていう時あるじゃないですか色合わせ、はいはい、そういう時に意外とそういうアクシデンツがあった方が、はい、なんかおってこう新しくなるほど、うんうん、そうなんですね、はい、ということでキューちゃんセレクトの蔵出しビーズが、はい、お送りさせていただきます、はい、よろしくお願いしますビーズラジオキューちゃんと DJ 勝山の告知タイム、イエーイ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず早速10月の24日にもともと私たちジャパンデザインキットというのをやったんですがそちらの続きが出ることになりましたのでお知らせします。何が出るんですか？こちらフクロウ、あ、かわいい。紙風船こっちこっちあすみません手出したらまずいですからすみませんいいよ無病とめちゃめちゃ可愛いですねめでたいでございますパッケージこんなになりまして、はい、で今ごめん、こちらがレシピチェックなどをしている時に作ったのなのでちょっと向きが違ったりするかもしれないんですけどめでたい、はい、みんな縁起のいいもので、です頑張って、ね、10月の24日に発売どうぞよろしくお願いしますはい続きましてですねじゃじゃーんアンドティーキットラボからですねキットが出ましたイエイこれまでですね毎月のお花シリーズということでキットを出させていただいた、いただいていたんですけれどもこの度めでたく一般化されましためでたーめでたーいじゃあこれ手芸屋さんとかにももしかしたら並ぶかもしれないってことですねはいめでたー東宝ビーズの公式オンラインショップ
ビーズマーケットにも載ってます。見てたい。全国のビーズマーケットの会員の皆様、ぜひですねこちらチェックしてみてください。あとは手芸屋さん、はい、ぜひ導入お願いします。手芸屋さんの導入お願いします。じゃあ皆さんさよなら。チャンネル登録お願いします。